3ぐらいかな。 3? 2かな、2であいつは助けたぐらいかな、確か。うん、じゃあ今2パートぐらいって考えたら結構巻いてるかも。47分。そっか、まあ冒頭の下りもあったしね、うんうん、ヘリコプター無能、助けてください。絶対聞こえないよ無能すぎる。あら、大丈夫モニター大丈夫モニター大丈夫大丈夫モニターさん、おーい、もう大丈夫、行っちゃった行っちゃった、相当イラついてるな。相当だな。めちゃくちゃイライラしてんじゃん。絶望。あ、お、ここ大事なんじゃないの？どうするこういうの。いやでもウッシーは、ウッシーのことだからどうせこれは放っておいたんでしょ。俺どうしたっけな。絶対コメントで知ってる。俺さすがにあげました。石沢という男はここで放っておく男だよ。いや最初だし言って、おマジ俺放っといてた。ウッシーは放っといてた。嘘だろ、ほっといてたって書いてとんでもないな、そんな覚えてんのみんな。イメージで物言ってる、うーんってイメージそんなイメージがついてる段階で言ってやってるだろそれは。いやまあでもあんなあーって言ってたらほっとくでしょ怖こいつって思うでしょちょっと怖い。励ましとく、ちょっと励まそう。ここ優しくしよう。助からないと決まったわけじゃない。あ、確かにこれ見てないわ絶対今ので確信したわ、ね、聞いてないこのセリフほっといた場合が見たいもん。すでにそっちも見たいもん。無言で話進むだけだった気がする。確かちょっと励ましてるとこ、わっ痛い痛い。あ、でも包帯巻いてんのあの子。本当だ、後ろの子はこう絶妙なバランスを保ってるな。足怪我してるねこの子。あのバランス感覚、え、ジャンプで届くんじゃね。嘘つけ届くっしょ。絶対嘘だ。彼なら届くよ。いや彼は確かにすごいけどさでも新聞社とかも行かないでしょこの状況、うんうん、コンビニ地図、まあとりあえず取れるもんを。そうだね、全部パクっていこう。全部取っちゃおうか。いる？仕事ウォーキー。あ、でも絶対絶妙だし、こういうねなんかチップス的ななんかいっぱいあるもんね、うん、ジュースの素を混ぜるのかな。水と水に混ぜるとジュースになるとかしら。他は？お、なんかある。コンビニの裏側だ。お、お、俺は装備するしかない。装備でしょ。近づいた俺若干俺に近づいた。かっこいい。あ、ちょっと待って、あとはマスクだなあ、マスクさえあればね。そうだな、もうちょっとで実況者になれるんだけど。実況者になれるマスクとサングラスかけたらもうみんな実況者だからね。絶叫系実況者ですね乾電池。あ、早くも、うう、え、余震がすごいな。うわ、怖っ。わー、倒れそう。相沢の横いよここにいたら大丈夫でしょ。さすがにここで死なないだろ。だから乾電池ぐらいポケットとかに入るだろうよ。本当だよ、リュックがいっぱいだっつって相沢に持たせろ。ああ、でもね、コンビニの奥にカバンあった気がするんだ。ここ、お、カバンの容量増やせた気がする。そっちの奥、こっちの奥か、うん、これはなんだ。あれは水飲み場だね。あ、来た、ほら、ちょっとおしゃれリュック。これでだいぶ容量増えるのかな。増える増える。でさ、これでちょっと相沢に話しかけてみてよ、うん、え、相沢さんあ、違った、外出てからかな。でもちょっと埃っぽい。なんかね、青が似合いますねみたいなこと言うんだよ。あ、褒めてくれるの。そうそう、この状況で外出てからかな。あ、その壁の張り紙とかもね面白かったりするの、小ネタで。食べないよ、うん、社員特別割引、お中元ギフト設定割引で今いらない情報ばっかやな。子猫が生まれました、欲しい人は連絡ください。子犬が生まれました、欲しい人は連絡ください。めっちゃ生まれてる。インコの部屋に入りましたみんなペット飼ってんなら連絡ください。
子供が生まれました母子ともに健康です。違うんかそこ。このオチいいよね。いやまさかこういう小ネタがいいんですよ。赤ちゃんの写真があってある。欲しい人は和む。欲しい人はだからならなくてよかったわ。いい職場だな。お、なんだこれ。え、今持ってたやつだよ。あ、なるほどなるほど。置いてんだなここに。消えるわけじゃないんだね。そうそう、取り替えてくみたいなね。なるほど。ここ開いたりした罠の可能性もあるわけね。まあそういうのもたまにあるね。水飲んでくかとりあえず。一応セーブするか。ちょっとセーブする。うん。そう、消えましたと怖いからね。モニターも消えてるし。モニターがこれだからな。うん。で、組む。あ、そうだそうだ。おー、ペットボトルいっぱいだな。一個ジュースにしたいな。あー、作っちゃうか。組み立てでできるんだっけな。なんかね、メニューのね。うん。さっきちょっとセーブするか。まあ、セーブしとくか。うん。やっぱジュースの方がでかいのかな。回復量みたいな。なんか水のゲージは水飲めば全部回復するから、うん、どっちにしろなんかアイザーとかにあげると喜ぶんじゃないの。そっか、好感度上がるかな。いやでもあんな粉のジュースもらって喜ぶかな。昭和とかになりそうな。あ、組み合わせるなんかね、そう組み立てっていうのがあって、これでペットボトル L いっちゃうか。あ、あ、あ、いけた。 M2 ん組み立てますか。なになになに。なになに。水に粉入れた音じゃないだろ今のは。もう入った。で、なんかペットボトルちょっと一回ポチってしてみて、なんか色変わってんじゃなかったっけな一個。あ、ほら。あ、本当だ。これあげるか。近くじゃないとあげれない。そうだね。こういうなんて好感度本当、あ、近いな。こういうのって好感度上がるのかな、本当に。上がるんだと思うよ。そうだよね。一応上げたいな、好感度は。上げる。お、ジュース。相当だよ。ありがとう。リアクションは同じなんだな。ね。こんなジュースをくれるなんて好きぐらいさ、ないとダメだろ。ちょろすぎだろ。ジュース好きすぎ。この状況にジュースみたいな。嫌だな、そんな。こっかどこ目指すんだ、今から。アイザーに聞いてみる。あ、ほら、あ、イケイケさん、青色よく似合いますよ。たまにこういうこと言ってくれんだよ、この女。ああ、こうやって騙してきたんだろうな、男。アイザーまだ二十歳だぞ、確か。でも騙されちゃうな、俺は。え、マジでって。いや、アイザーかわいい。マジで青色いいって、好き。ちょろすぎる。色褒められたらもうそうだ。どこ行きゃいいんだろう。あ、電池取ってないって。あ、電池いる。一応取っとけば取るか。なんかね、後にあのライトみたいなアイテムあったりしてさ、うん、電池が必要だったりするんだよね。ウッシーよく見たらやっぱ小脇にバール抱えてて持て余してる。超怖いわ。邪魔なんだよ俺、後ろ置いとこ。なんでこんなとこで死んでんだよ、パン。怖。この後どこ行くんだろう。なんか女の子の犬とか助けに来そうで怖いな、そういうのは。まあそれはまだだね。で、どこ行くんだっけ。とりあえず行けるところ調べまくるしかないかな。お、こっち側は、こっちまだ来てないな。あったな、こんなの。そう。あれどういう付け方してんの。何これ。落ちるように。フジテレビとかにあるやつ。あー、通れるようになったかなこれ。あれ、あそこいるとちゃんと死ぬんだよ。え、死ぬんだ。うん、これに踏まれて死ぬのはレアだな。うん、試したもん。一応試したの。あーっつってた。それは言うわ。自分から飛び込んで入れないかな。ここなんか上行けそうな感あるな。そうだね。なんか倒れたってことはなんかこっち側になんかあるんじゃねえかな。まあそうだよね、物が動いたってことは。ここか。だからね、登るんだよね確か。
登れませんかね。いや登れるよ、うん、登れるよ。ギリギリかな。いや行けるよ。お前普通にピョンって行けるよ。それじゃあ私が行って探してきましょうか。なんかさっきと声色違くない？踏み台怪しい。すいませんすいません。なんかこいつ逃げそうな感じだな。うわモニターさん。かわいい、かわいい、いちいちかわいいな。またロープみたいなものがあればいいんだが。なかったらいいんだが、とりあえず役に立ちそうなものを持ってきます。さっきのロープはもう置いてきたの。ちょっと待っててくださいね。確かにロープ、ね、持ってこいよ。あのままどっか行きそうだな。これは信用できるかな。お、今回早いのか帰ってくるの。早い早い。有能有能。使えそうなものを取ってくるって言ってました ね, ねえねえねえ。何何何何何何何言ってんの今。なんて役に立ちますか。はは探してみます。突然消火器が登場した。役に立ちますかね。あれ抱えてくるか普通。後ろにあるけど。後ろにあるね。消火器。お、うん。消火器これどっから持ってきたの。後ろのやつ。そこら辺にあったんじゃないの。これ持って大丈夫。なんか取り扱いが怖いんだけど。うわ重っ。いやキャーって言ってるけど。相、うん、沢さん何が起きたんだ一体。相沢のみんなにはあったんだろう。これすげえガチじゃん。点検記録表とかちゃんと記入されてるよ。やってみる。せっかく根本さんが点検したのに。使ってみる。消火器とか使ったことある。いやないない。ないよね。これってなんか砂みたいなの入ってんだっけ。砂っつうかなんか粉みたいな。そう白いなんかだよね。水じゃなくて、うん、うーん。やべやってみてえな。なんか 防災センターとかやめてよ。使わないでよ。大騒ぎになるから。本当に大騒ぎになっちゃう。怖っ。重っ消火器。相沢さんの身に何かあったらしいわ。あマジか。あそっか。キャーとか。そうキャーって聞こえたんだけど。絶対これ登れるような端っこから。絶対登れる。これはだってちょっとそこ登ったらさ。いや何があったんだろう。えどうしたらいいんだこれ。なんかアイテムあんのかなこっち側にも。ね、うん、まあとりあえずもらったアイテムを使うんだよね。せっかく手に入ったアイテムを。ああなるほど。まあ消火器なんだけど使う場所がどっかにあるはず。鉄の道に。ヒュー。モニターこれなんかね別の道別の場所があるのか。そうそう。ここは入れないか。入れないかな。なんか宝石泥棒とかがいたような記憶があるんだよな、うんうん、あーいたね。こっちは来た方だね。コンビニだから。あっち側あっち側。こっち、うん、こっちまだ行ってないっしょ。あなるほど。え何があったんだ。襲われたのかな。なんかどうだったっけな。生き残った人みたいな。うわー、さっきグラグラしてたやつだ。すげえ揺れてんな。あの揺れ方はダメだわ。これこんな怖っ。ほんの2メートルぐらいじゃんよ。ほんと思ってるよ。2メートルもないぞこれ。相当風来るよ。30センチぐらいだ。うわ怖え。もっとビビれよ今のは。さすがになんで生きてんだこいつ。一言も発さなかった。今のはもっとビビるだろ。あ、まさ、これは来ました。これは消火器か。出番だ。いけ。なんで消そうと思ったんだろう。穴が開いてるかどうかもわからないの。せっかく相沢が持ってきてくれたしみたいな。消火器空になるまで使ったの。あ、まあ空になるのか。使ったら最後まで行っちゃったのかな。建物の中で、あ、こっち側に出れたのか。うんうん。せっかく助けたんだから相沢さん最後まで助けたいな。えっ、うわ、何何
近道が塞がれたんだね。いやこれぐらいで済むんだなこれ大したことじゃないんだろうな、慣れちゃったのかな。気も座り絶対絶命としこういうのばっかだから、ね、ゲームをスムーズに進めるために来た道がどんどん崩れてくる前にしか進ませないって。ありがたいな、迷わず進むなこれで。そうだ、おあああああ、あったなこんな。え、うわ死んでる。急に凄惨な。大丈夫ですかじゃないでしょうよ。大丈夫じゃないよこの状況。あ、でも生きてんのか一応。え、こわ、水。え、でもこの水は僕の水だしどうしよう。いっぱいあんだろう。いっぱいあるか。ジュースあんだろう、なんなら。いやでもこれ水あげたことによってなんかもらえるかもしれないしな。こういうのはね、水を飲ませた。助けよう助けよう、回り回って自分に返ってくるはず。そうそう、名刺を手に入れた。強力なコレクションが手に入ったかもしれない何に使うの。就職に役に立つかも、このままだと。記者だろ。なんだ今の名刺。あ、ここで出会うのかこいつ。完全にこいつが黒幕ってことは分かる絶対こいつだもん。そんなわけないだろう。こいつじゃない、いかにしろ。誰が殺したんだこいつを。怪しいな。どうですか、何があったんですか。僕にも何が何だか。お前、お前やろ絶対絶対こいつだなんでそんなわけないだろう。ちょっと背広をし調べさせてほしいな。いい人そうだろ、いい加減にしろ。本当に、本当にね、すぐ人を疑うんだから。ここは私に任せて絶対こいつなんかとどめさそうとしてるもん。ほら、任してとか言って何も動いてないもんこれ危険ですよ。ここにいてほしくないんだよ絶対。そうだな、なんかあんじゃないのこれ。いけいけ、よくここで殺されなかったんだ。あ、ただいま入ったニュースをお伝えします。レイディオ、レイディオ。人島に退去命令が出されました。人島は先日の地震が原因とみられる崩壊を始めており、沿岸部から徐々に水没している模様です。ダメなんだなこの島は。残っている被災者の方は島の中央部へ移動してください。もう一度お伝えします。中央ってことはやっぱヘリコプターで逃げるよね。首都島は先日の地震が原因とみられる崩壊を始めており、はい、沿岸部から徐々に水没している模様です。残っている被災者の方は島の中央部へ移動してください。同じの繰り返す。うわあ、ラジオ持ってレディオ、これ欲しいな。でもこれは大事だね。大事だね、こういう状況。飲もう。飲む。くもさっきのおっさん、ここに水あるじゃん飲むとき軍手したまま手で組んで飲んでるからびちゃびちゃになっちゃう。きれい。あ、ジュースじゃなくなっちゃった。あ、だいぶ薄まった薄くなっちゃった。薄い水なんだろうな、ほんのり香りがする程度のね。あれ水、あれちょっと足しただけで水扱いになんの。あ、傘。そういや、いらないし。まあもし雨降ったりしたら。雨とかあんの。ああ、でも本当に傘こう刺すんだ、ね、どこに刺してんだ本当。これだってこれ柄の部分っていうかさ、ね、このえ、これどうなって曲がっている傘の。どうやってつけてんだこれ。ね、どうやってつけてんのかっこいいなこれ。でも機能的だわ。モニターは機能的じゃないけどあ、なんかある。風見取り。あ、コンパス。コンパス、コンパス。風見取りコンパスか。これコンパスいつも変えてた。お、様子を見に行った。あれ、え、死んでる。遺体の身なりが整うだって。あ、俺これ見てないや。戻るとこうなるんだ。腹部あたりからひどく出血している。うわ、死んだ原因ではなさそうだ。そうだろうな。いや、ピストルって言ってたからね。でも完全にあのおっさんでしょ。むしろあのおっさんがいい人だったらびっくりするわ。いいとかもしれないだろ。いい加減にしろ。本当に。でも確かに目はまだ生きてたな、おっさん。輝いてたかも。さっきのラジオ撮ったところの先行けたはず。あ、まだ行けるの。うん。あ、でも戻るとこうなるの知らなかった。背広の男のとこちゃんとよくできてんだね。ね、これ普通にやってたらなかなか見れないシーンだったかも。
俺は普通じゃなかったんだな。先に行こうとするからね。うん、道が塞がれている。こっちか、うんうん。これで反対側出れるのかな。相沢さんが行った。あ、あ、へ、ああ。銃を持った男。え？シビルの男ではない。ああいうの見るとすげえ怖くなんない。怖い。ね。見つかったら殺されるみたいなの想像しちゃうよね。ああ、頭の中で。このシーンではそんなことないんだけど。うわさっきのシーンよりこっちの方が絶対怖いと思うけどね。豪快に行くな。こういうこけ方一番痛いわ。一回転してるな。一回転。うわ、パトカー一回転でこけるってことは元の速度が相当出てるか。めちゃくちゃ足速い。確かに。これどっちなんだ。あ、そこ通れる。ひょっとして。あ、本当だ。もう自分でもどこ向かってるか分かってないだろうな。ね。どこなんだこれ。え？え？どここれ。ね、奥行くと給水ポイントあったかな。ちょっとこのまままっすぐ奥行くと給水ポイントあったはず。痛い。ここは歩けないか。いや、いけると思うよ。いける？あ、本当だ、うん、はい、給水ポイントです。これ飲める？この水は飲めそう。本当に飲める？これ何で判断してんの？セーブしとくか一応。そろそろかな。そうだね、ここでセーブ。これセーブポイントになるのかよ。本当に大下水とかの可能性あるよな。この水は飲めそうだ。お、東海ビル周辺。うんうん、なんかアイテムなかったっけ。あった。包帯。包帯。これ怪我治んのかな。包帯はあの、そうそう、ヒットポイント、まあ、今もちょっと減ってるけど転んだりして、うん、あれを回復するアイテムだね。あんまこうダメージ受けることないよね。うん、死ねば回復するから。なるほど。大抵一発死で死んじゃうからね。そうそうそう。どうしたらいいんだこれ。だってじわじわダメージ受けて死ぬことってこのゲームあんまないからね。死ぬ時って大抵即死だから。確かに包帯の出番そんなにないんだよ。あ、実際問題。お、これいけないか。なんかこれ通れそうな感あるんだけどな。確かここは上に登るんだったかな、どっかから。上側か。どうやって行くんだっけな。怖っ。あ、登れそう。お、いいよいいよ。うん、うわ、すごいなこれ。うおー、右側かこれ。いや、手前にジャンプかこれ。もうね、軍手がね、糞を繰り返してるとそのうち壊れんだよね。あ、うわ痛い。足首が。そのレベルのダメージで済むんだ。新聞記者だからね。新聞記者すごいな。うん、これぐらいできないと逆に新聞記者になれないんだよ。サスケですよ、俺。本当に。これいけるかな、こっち。これ。いけるでしょ。いけ。ダッシュで。壊れた。早速壊れた。壊れた。ダッシュで行くと飛べるよ。バツボタン押しながら。おお、なるほど。こんな感じ。こういう登る、よじ登る行動とかすると水飲みゲージがね、ちょっと下がる。あ、喉乾いちゃう。疲れちゃうんだな。そうそうそう。微調整。こっちか。で、いやいやいや、普通にピョンっていけたろ、そこ。だいぶ水が。お、すげえな。これだけでも相当すごいと思う。え？あれ、これ奥のなんか板みたいなのに乗るのかな。おお、ダッシュダッシュ。バツボタン押したんだけどな。いけた。よし、サスケだな。すげえ。
おお、すげえ。なんでこんなどうしてこんなところになんでこんなうまく会えたの。おお、やったぜ。来てくだいや完全に相沢の罠でしょこれ。言ってくれよ、そこ危ないですよって。今の捕まり方したらドア取れるだろ。何かあったの。外にパトカーが止まってたけど。叫んでたもんな。ちゃんと音が響いてんだね。薄気味悪い人が追っかけてきて。え、薄気味悪い背広のやつじゃないの。そこから出てったけど、変質者が。お、惚れたな。この水は飲めないのか。トイレの水はやっぱ嫌なんじゃない。おお、結構中盤まで行ったな。ちょっとした区切りのとこに来たね。もう半分ぐらい行ったんじゃない。まだなんですよ。まだ来てない。3分の1も行ってっか、怪しいんじゃないのかこれ。マジでだよね。どうだろう、みんな覚えてる。まだまだまだだね。マジか。でももっと登場人物いっぱいいるもんね。そうだ。